はい、続いてのタイトルの紹介をさせていただきたいと思います。続きましてですね、パンチアウト、これはですね、アーケード版ということになってるんですかね。こちらの準備入りますので今しばらくお待ちいただきますようよろしくお願いします。And he did donate towards the All Unique Fights incentive. Thank you very much, Celestio. You'll be hearing him in a little bit. Dokin sends us $100, says, hey runners, thank you for making my work week much better just by being on the background. Hey, viewers, let's get those punch out goals met. Here's the first of several donations to keep the fun going. I agree, Era Dokin, thank you so much. Guys, let me toss it over to a quick Twitch ad. Be a little bit, let me take you on the other side.はい、皆様お待たせしました。次のですね、タイトルパンチアウトアーケード版ですね。まあボクシングファンの方にはたまらないタイトルかと思いますがですね、今回解説にですね、お一人お声をかけさせていただいてお呼びしております。ゆとりんさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも世界1億8000万人のパンチアウトファンの皆さん、今回パンチアウトアーケード版と Wii 版があるんですけど、私は実はあんまりアーケード版と Wii 版詳しくないんですよね。ただファミコン版に関しては知識があるので、基本的なルールとかキャラクターに関しての説明とかは説明できると思います。よろしくお願いします。で、今回アーケード版のパンチアウトなんですけど、ミクロンさんという方に解説用の文章をいただいているので、それを見ながら解説していきたいと思います。これドネーションインセンティブどうなりますかね。ちょっとアーケード版の方のパンチアウトのドネーションインセンティブがどうなるかがわからないんですよね現状。今回V 版の方のインセンティブが$15,000集まったら目隠しでパンチアウトをクリアするという内容 で、アーケード版の方のドネーションインセンティブが$5,000集まったら、今のルールはワンループというルールになってるんですけど、これをワンループ 6人の敵なのを16人の敵まで増やすというインセンティブがあるんですよね。ちなみにファミコン版の目隠しなら私は解説できます。私もファミコン版は目隠しでスーパーマッチョマンまでは勝てるので。当然あれですね、解説の際も目隠しで解説なさるという形ですよね、その場合。ファミコン版なら目隠しで解説できるんですけどね、ちょっと Wii 版は厳しいですね。ファミコン版のリメイクって確かね、はい、スイッチの方であったんでしたっけ。リメイクは Wii ですね。スイッチのはファミコンの、
スイッチの有料会員のファミコンをスイッチでプレイできるってやつに景品版のパンチアウトが入っているという話ですね。もしパンチアウト興味があるっていう人がいたら、今はスイッチ版が多分一番プレイしやすいです。その代わりマイク・タイソンはいません。で、まだしばらく時間がありそうですね。なんかこう前もって説明しておいた方が本番困らないみたいな情報ってありますかね？アーケード版の、じゃあアーケード版のと、なんだろう、雑学的なことでも話しましょうか。アーケード版のパンチアウトがもともと作られた理由って知ってます？ですね、当時ドンキーコングがすごく売れまして、任天堂が作った。で、そのアーケード筐体をいっぱい作ろうと思ったんですよ、いっぱい売れたから。ただモニターが余りすぎちゃったんですね。それでモニターを2枚使うアーケードゲームを作ってくれと言われて、それで作ったのがパンチアウトなんですよ。で、アーケード版のパンチアウトというのは、上画面に敵と自分のボクサーの情報、下画面が実際のプレイ画面ということになっていまして、まあ実際2画面なくても全然問題はないんですけど、2画面を使うためにそのような構成になっているというゲームなんですよね。実際今回プレイするスイッチ版では左だったかな、に上画面、右に下画面が表示されているはずです。まあ、実際このパンチアウトはアーケードで稼働したらとても人気が出て、筐体が足りなかったという話が。今のところ特に説明しなきゃいけないのはアーケード版だとこのくらいですかね。あとアーケード版は何周でもずっとループするゲームなので、エンディングは存在しません。で、敵が6人いるんですね。その6人を攻略するのがワンループと呼ばれているルールで、今回あと2300ドルほど集まったらオールユニークファイツっていうものになって、この6体が16体に増えます。今回の奏者のザラード1という方はですね、パンチアウトがすごくうまい方です。まあ目隠しでやると言ってるので当然ちゃ当然なんですけど、ファミコン版でも大体のカテゴリーでほぼトップ、大体のカテゴリーで1位かな。どうだろう、確認してみます。シングルセグメントにアナザーサーキットはやってない、ブラインドフォールド3位。そうですね、シングルセグメントメインの人か。まあ2位ですね、要するに一般的なルールで。で、彼の変わってるところはパンチアウトシリーズを全てやってるんですよ。彼はアーケードもやってるし、スーパーパンチアウトもやってるし、 Wii 版もやってるし、ファミコン版もやってるんですよ。相当パンチアウトが好きな方なんだと思います。やっぱりパンチアウトって言ったらマイク・タイソンですよね。
ぱそのイメージ強いですよね、パンチアウトっていうと。ですね。あのパンチアウトシリーズ他のもやられてる方ということで、他に、どんなタイトルがあるんですか、パンチアウトシリーズっていうと。パンチアウトシリーズはまずアーケードのパンチアウトとファミコン版のパンチアウト、スーパーファミコン版のスーパーパンチアウト、Wii版のパンチアウトがありますね、主に。で、最新作が Wii 版のって感じですかね。ですね。ああ、なるほど。基本的にはどれも、まあ、似たようなゲームなんですけど、アーケード版とファミコン版が結構違う内容になってまして、で、スーパーファミコン版はどちらかというとアーケード版の移植となっています。あと、スマブラでワイヤーフレームのリトルマックを使ったことがある方っていると思うんですけど、あの線で書かれたリトルマックですね。あれはアーケード版のパンチアウトの主人公をイメージして作られたものになってます。アーケード版はああいう見た目だったんですよ。この後アーケード版を走るので実際に見たら多分すぐに分かると思います。あとアーケード版は、あ、皆さんもちろんパンチアウトはすでにプレイしたことがあると思うんですけど、そうですよね、アーケード版はファミコン版とかと比べてとてもテンポが速いです。びっくりするくらい速いです。もしやってない方は今からゲームが始まるまでの間スイッチとかでプレイしてくるといいですよ。本当に面白いゲームなんで。それか日本語版ゲームキューブの動物の森プラスを持ってる方なんかはゲーム内に登場するファミコンでプレイすることもできます。結構なんか動物の森つながりでやってる方多いみたいですよね。そうですね、自分も初めてプレイしたのは動物の森版だったので、実際動物の森でファミコンとかプレイしてたっていう方はいるんじゃないですかね。そうですね、スイッチ版は、あ、商品版じゃなくて景品版です。あのファミコンのゲームのゴルフの上位入賞者にプレゼントされた特別なバージョンですね。製品版が出るよりも先に販売されたというか配布されたパンチアウトになっています。このバージョンはスーパーマッチョマンというマイク・タイソンの手前の敵がラスボスになってまして、一つ戦闘が少ないんですよ。それともう一つの違いとして、1回目の あんまり細かいことを言ってもわからないと思うんですけど、1回目のドンフラメンコ戦、ドンフラメンコという敵の戦いで最速パターンがなぜかできなくなっています。理由はわかりません。ドンフラメンコって言うと、あのバラをくわえてるやつでしたっけ。そうですね。ああ、なるほど。じゃあもう出てきたらあれですね、これがドンフラメンコだって教えていただけるのかと思いますが、あれ出てくるんですか。 B 版で出てきます。あ、じゃあ次のタイトルですね。そうですね、差し替えというよりもこれに関しては景品版を出した後に追加されたんですよ、マイク・タイソンが、という事情がありまして。で、実はファミコン版のパンチアウトに出てくるマイク・タイソンってピストン・ホンダの顔のスプライトを変えたものなんですよ。よく見ないとわからないんですけど、だから後から追加されたものなんですよね。本当に何体か他にも色を変えてちょっと見た目変えたキャラとかいるんですけどね。実際にウィキか何かでドット絵を見てもらうと、
色変えして顔を変えたものだっていうのはとてもよくわかると思います。その確かピストンホンダのモデルの方ってファイティング原田さんでしたっけ？ごめんなさい、そこまではわからないです。ごめんなさい。実在のあのボクサーの方で、確かこの方だったような気がするんで、まあ、ちょっとだけ言っておきたかったかな。ただそれだけなんですけど。ピストンホンダは Wii 版で名前が変わりましたね。ピストンホンドーになっています。あんまり今話すと実際走るときに話すことがなくなってしまうのでね。いや、いっぱいありそうな気もするけど、変更に意味あるんですかね。パンチアウトのじゃあルールに関して今のうちに少しだけ説明しておきましょうか。簡単に言えばボクシングのゲームでして、1ラウンドの間に敵を3回ダウンさせるか、それか一発で KO をダウンさせた後10カウントを数え上げられれば勝ちになります。つまりいわゆる 1,2,3,4 というカウントをして10までの間に立ち上がれなかったらダメということですね。10カウントは運じゃないです。これに関してはちょっとファミコン版の話になるんですけど、起き上がるか起き上がらないかっていうのは確実、もともと決まってるんですけど、例えば敵によっては3カウント5カウント7カウントのどれかで立ち上がる、これが運だったりします。ただこれだと RTA 的には割と運が大きく絡むゲームになるんですけど、ゲーム内で倒すまでに何秒かかったかというのが表示されるんですね。小数点第3位まで、これを全て足したものがスピードラン .com では記録として使われています。なので何カウントで立ち上がったとしてもタイムにはそこまで影響がないようになっているんですよ。 Wii 版はこのあたりどうなんだろう、ちょっとちゃんと把握していないです。ただ多分同じだと思います。まあ、実際何カウントで立ち上がったかによって若干体力が敵が復活する時の体力が変わる部分があるんで、その場合は少しタイムに影響しますけどね。You guys can get such nuggets of wisdom and more in his new book, Speedrunning Science, A Short Guide to Long Playthroughs, which is one of the many wonderful prizes we have available for this block. This block being from now until the end of Punch-Out Wii in a couple of runs here. Speaking of Punch-Out, guys, we have an incentive for Punch-Out Arcade. Punch-Out の Wii は目隠しに決定されました。アーケードの方はあと$1,200集まったら16人の戦いになります。なるほど、私モデル間違えてましたね。あ、間違えてましたか、浜田さんだと。いやー、これは浜田さんの方が似てるな。めっちゃ似てますね。多分こちらの方かなと思います。あ、似てますね、これは。めっちゃ似てますよね。これは本当によく似てますね。あのまんまそっくりな。いやー、申し訳ない、私もちょっとね、甘い知識で喋ってしまいましたんで反省したいと思います。知りたい方は検索してもらえればすぐに顔写真が出てくると思います。And you're going to get a code for Crash Team Racing and Spyro Reignited. And that's all for a $15 minimum donation entry. That is an amazing value. Thank you to Activision for that, making that happen. Also from Activision, we have this great Crash Team Racing trophy. あ、このクラッシュバンディクーレーシングのトロフィーいいですね。ちょっと欲しい。お、走るんですか？いや、走る予定はないですよ。
ボーナス2って判明してましたっけ？確かもうビットが始まってたような気がするんで、ちょっと確認してきますね。あ、出てますね。今確認しました。出てます。ありがとうございます。ボーナス2はデルタルーン、エニーパーセント、ニューゲームプラスのレースとなってますね。Hobbs can't have it, but you can have it if you get in that $10 minimum donation. あと400ドルないくらいでドネーションインセンティブが達成されますね、パンチアウトの。お、楽しみですね。楽しみですね。ちょっと解説でもらった文章がワンループ分しかないので、残り10体は解説は難しいと思います。ただ、まあ、なるようになるでしょう。まあ、なんかシステム面のお話でもね、こう見て分かる部分とか、きっとあると思うんで。そうですね。あ、あれは、名前何でしたっけ？ん？ごめんなさい、今見てませんでした。プライズマンが持ってる絵なんですけど、これはリトルマックが、これの前のやつですよね。ちょっと確認してみます。あ、こっちはリトルマックですね。フォンカイザーでしたっけ？名前がちょっと。あ、フォンカイザーですね、これは。あ、なるほど。そうですね、ループゲーだから。そうですね、パンチアウトみんな個性的ですね。もうそれはルール的にいいのかみたいな敵が結構いますからね。一応そのボクシングっていう風な形を取ってるんですけども、階級とか完全無視してますからね。そうですね、パンチアウトは。そもそもリトルマックってあんなにちっちゃいのにマイク・タイソンと戦ってるんですよ。彼の体重知ってますか？設定上の49キロです。49キロですか、リトルマック君って。はい。身長に関してはファミコン版と Wii 版で設定が違うようです。ですね、インチ表記だからちょっとわからない。あ、 2.5 すれば多分。ちょっと待ってくださいね。Wii 版ではだいたい170センチくらいの設定となっているようです。なるほど。多分リトルマック君フライ級かライトフライ級あたりですね。先ほどの体重から計算すると。なるほど。で対して、まあ、90キロ級なんで、ヘビー級ですよね。なるほど。ほとんどの相手がファミコン版だと設定上身長はだいたい 1.4 メーターくらい、140センチくらいですね。ということで、パンチアウトアーケード版の RTA が始まりそうですね。今回プレイされるのは、インセンティブ達成はしたので、オールユニークファイトということになります。これが今、右の画面に出ている手前のキャラクターが、このアーケード版のワイヤーフレームで書かれているリトルマックとなります。始まりましたね。まず最初の敵はグラスジョーです。グラスジョーのグラスというのは、名前の意味はガラスのように弱い顎という意味ですね。基本的にすごく弱いです、こいつは。ただ殴ってるだけです。で、このゲームの基本システムに、相手がガードをしようとするというものがありまして、自分の
グローブの位置と同じ方向に敵が構えるんですね。なのでこれを利用して相手の構えてる位置をコントロールすることができます。2人目はピストンハリケーンですね。こいつは必殺技を持っていまして、上下を交互に攻撃してくるハリケーンラッシュという技を持っています。ただ RTA で見れるかは分かりません。上に KO というゲージがあるんですけど、これはダメージを受けずに攻撃をしていくとたまりまして、この KO ゲージがたまっているときは強いアッパーカットだったかなを打つことができます。でパンチは、頭、腹部、つまり上と下ですね、を右手と左手でそれぞれ打つことができます。でこのゲーム、左画面の真ん中にタイマーがあるんですけど、このタイマーが0になったら問答無用でゲームオーバーです。3人目はボールドブルですね。彼はブルチャージという突進をしてくる必殺技を持っています。彼が多分最初の敵ですね。これがブルチャージです。これにタイミングよくカウンターをすることによって一発でダウンさせることができます。これで確定 KO ですね。次は、キッドクイックです。キッドクイックはだんだん攻撃速度が上がっていくので、なるべく早い段階で蹴りをつけたいところですね。で今更なんですけど、左画面の左側が敵の体力、右側が主人公自分の体力となっています。それぞれ下に表示されているやつですね。ということで5人目の敵、ピッツァパスタです。ピッツァパスタって名前なんかいいですね。この始まった瞬間にアッパーカットを出してくるので、すぐにラッシュを仕掛けます。今カウンターがきれいに決まってダウンが取れましたね。これで起き上がってきたらまたラッシュを仕掛けて、あれ起き上がらなかった、一発 KO、 多分いいとこ入っちゃったんですね。ですね。で最後の敵のミスターサンドマンです。世界チャンピオンらしいです。でミスターサンドマンはこれちょっと後の作品の知識なんですけど、必殺技はドリームランドエクスプレスという技です。3連続でアッパーカットを打ってくるという技ですね。ただ食らうことはないと思います。おそらく基本的に避けて攻撃をするという非常にシンプルな戦い方をします。ダウンでこれで10カウント以内に起き上がったらもう1回ですね。このアーケード版の特徴としてですね、ちょっと音声が小さいので聞き取りにくいんですけど、自分がパンチをしたりするたびにアナウンサーがそれを読み上げるんですよね。ライライライとか言うんですよ。ということでワンループ目が終わりました。この調子で左画面のファイトが16になる、16戦目が終わるまで続けていきます。ということで2周目のグラス上です。ここから先はちょっとどう変わるのか私は分かりません。ただ敵が強くなるはずです。多分ガードが強くなってるとか体力が上がってるとか攻撃力が上がってるってことだと思うんですけど、実際ちょっと何が違うのかは正確に把握できていないです。ただ基本的な戦い方はそんなに変わらないと思います。そうですね、黄色くなったのはおそらく2周目だからだと思います。一発でダウンしない KO にならないってことはだいぶこれは強化されてますね。グラス状なのに、珍しいですよね、起き上がってくるグラス状なんてって感じが、私初めて見ましたよ。まあ、ファミコン版だとよく知らないで戦うと結構起き上がりますけどね。あ、そうなんですか。あれは、まあ、42秒 KO という技を使わないと割とミスります。で2回目のピストンハリケーンですね。多分今度はピストンハリケーンのハリケーンラッシュが見れるんじゃないですかね。おお、これも多分今のがハリケーンラッシュの前段階の動きだったんですけど、ダウン早い。
Okay. Very nice. That was actually a borderline case. So when the boxers like Piston Hurricane and Ball Bull do their bull charge, I can actually turn the instant knockdown flag to the next phase, but it's really, really tricky to do. 今のハリケーンラッシュはボールドブルのブルチャージと同じで一発ダウンをさせることができるらしいです。解説によると。で、それを成功させたということみたいですね。おそらくこれブルチャージですね。ブルチャージに避けるんだ、ブルチャージ。ああ、なるほど。2周目のブルチャージは1周目と比べて、とても一発ダウンを取れるタイミングが狭いので、今回は挑戦しないということみたいです。これでボールドブルも終わりましたね。実際多分ものすごく狭いんだと思います。2フレームとかそんなじゃないですかね。少なくともファミコン版のパンチアウトの2回目のボールドブル戦の1回目のブルチャージの一発ダウンを取れるタイミングは2フレームです。で3回目の3回目だね、のグラスジョーが出てきましたね。これ1回目と敵の出てくる順番も変わるんですね。ピッツァパスタもキッドクイックもやってないですからね。あ、なるほど。今これファミコン版にもあるテクニックでバッファというテクニックを使ってたんですけど、次のアクションを起こす前にあらかじめ次の入力をしておくことによって攻撃というか行動を最速で起こすことができるんですね。その最速行動を毎回やる内容を固定することによって絶対に同じタイミングで攻撃をするというテクニックがあるんですよ。それを使ってグラスジョー3回目は完璧な戦闘を行ったらしいです。そうですね、状況再現とかに近いですね。先行入力を完全に毎回同じように行うことになります。まあ、これに関してはちょっと後ほど目隠しパンチアウト Wii で詳しく説明をします。ミスターサンドマン戦2回目も何事もなかったかのように終わりそうですね。このゲーム実際やると分かるんですけど、意外と相手のパンチ見てから反応するのとか難しいんですよ。少なくともファミコン版では。多分アーケード版も難しいと思うんですけど。3回目のピストンハリケーンですね。これは結構敵もだんだん AI が頭良くなってくると思うんで、これは今ハリケーンラッシュのカウンターに成功しましたね。早い。これなんで一発で KO 取れるんだろう。リフュールの回復の問題なのかな。ちょっと正確なことは言えないです。なんであれが一発でダウン取れるのかは。さっきも同じパターンでしたよね。でしたね。完全に同じパターンでやってました。ボールドブルですね、今度は。オールユニークファイトっていうのは、すべての個別の戦闘をするという意味で、1周は6体しか敵が出てこないんですぐ終わるんですけど、ですね、2周目以降、16回目の戦闘まで、難易度が上がり続けるんですね。で、今この RTA は16回の戦闘すべてをする、すべて行うという RTA になっているはずです。なかなかピッツァパスタとか出てこないですね、2回目。そうです。2回目、3回目がユニーク扱いということですね。Your room for error goes down more and more. I got the sick dodge. Yeah.
彼はこのグラスジョーという敵はですね、ファミコン版では100戦1勝99敗という成績になってまして、確かそうですね。まあこの1勝は誰が倒したんだということでよく言われますけど、そのようにとても弱いボクサーという設定がされています。このミスターサンドマンに関しては実際にファミコン版とかでプレイしていただくとよくわかると思うんですけど、今これ遊んでますね。あのパンチが速いんですよね。なのでカウンター取るの意外と難しいんですよ。今ボクシングのグローブを上下に動かしたら敵がグローブを上下に動かしていたと思うんですけど、これが最初の方に説明した相手のガードの方向をコントロールすることができるというものの実際の実演例ですね。自分のボクシングのグローブと同じ方向に構えるんですね、基本的に。これを利用して例えば上に構えてからボディを狙うとか、下に構えてから頭を狙うとかで相手の行動をコントロールして当てることができます。これはファミコン版でも結構通用するテクニックです。おお、これでタイムですね。 GG。 はい、 GG です。ここから先はもう難易度は上がらないということですね。今このゲームポーズとかないけど15時間くらいできるみたいなこと言ってましたね、ずっと終わりがないからやったってことかな。すごいですね。ただポーズとかもないし負けたら終わりだから実際やろうと思ったらすごい大変だと思いますけどね。以上、パンチアウトアーケード版でした。ありがとうございました、はい、解説のゆとりんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。